ギガスクール構想に基づく小中学校での一人一台端末の活用がスタートしました。クラウドと一人一台端末を活用した授業で子どもたちの学びはどのように変わるのでしょうか。先駆けて取り組んだクラスの実践をご紹介します。朝7時過ぎ、4年4組担任の棚橋俊介先生です。パソコンの傍らには授業の流れが書かれたノート、これをもとに授業の準備をします。だいたい授業の流れは考えておいて、であとはもうこの振り返りシートを作るのみっていう形でやってます。振り返りシートを Google クラスルームに投稿すると教室での準備が待っています。先生、それは何？あ、これもう予定帳の代わりに予定黒板があそこにあるんですけど、もう書かないで、でいつもここでデジタルサイネージ化して、はい、ここの P っていうところが今日パソコンの授業。朝子どもたちは教室に来るとすぐに自分のクロームブックを取り出します。そして始めたのはタイピング練習、ローマ字入力です。早く打てるようになろうとみんな真剣です。子どもたちの学習は10分間のタイピング練習から始まります。タイピングは端末を扱うための基本、毎日の練習が大事なのです。朝の挨拶、おはようございます。おはようございます。このクラスでは毎朝の健康チェックに Google Meet を活用しています。自分の健康状態を伝えたら次の人を指名します。27番目元気です。私29番どうですか。これは休校や災害などで登校できなくなった時に備えた訓練にもなっています。問題です。友達いる部分の数が一番多い。子どもたちが自分で考えたクイズをやるなど、子どもが楽しめる工夫を取り入れた朝の会を通じてクロームブックに慣れさせるという狙いもあります。きっかけだ。はい、ありがとうございます。最初はグー、じゃんけんぽい。はい、じゃあさよなら。静岡市じゃないと竹潜水細工は発展してこなかった。地域に受け継がれた産業と地域の関わりを見つける授業です。沼津市じゃないと発展してこなかった、その理由をこのみんなのパンフレット読ませてもらいながら考えてほしいなと思います。これまでの授業で2つの地域の産業について一人一人が Google スライドでパンフレットのページを作ってきました。最終回の今日はみんなで友達の作品を評価し合います。使うのは棚橋先生がGoogle スプレッドシートで用意しておいた評価シートです。友達のパンフレットを見て、場所の特徴や作り方など、それぞれに S、A、B、C の評価をつけます。一人一人シートが分かれていて、入力された評価はリアルタイムに更新され、先生の手元でもすぐに確認できます。評価セッション何分？20分、うん、その後振り返り振り返り、まあ、30分にもそんなでもさ、あれやりたいよね。あ、AI 的サマイニングで、みんなの感想も見たいなと思うので、ここ A 的何分いる？3分でできる。でも5分くらいにしとこう。じゃあ振り返
学習の流れを確認して活動時間はみんなで相談して決めます。子どもたちが学習のパターンに慣れているからこそできるのです。25分ね。よーい、始め。評価する相手は自由です。あった、私の特徴は。机の上には印刷したパンフレットとクロームブック上で開かれた評価シートが置いてあります。パンフレットを見て評価シートに入力していきます。ショックを受けて C が出てるから。この子は納得のいかない評価がついていたようです。どれが文章なのかっていうのが分かんなかったのかもしれない。じゃあその人に消す。え、ダメだよ、消しちゃう。それが記録なんだからね。その人は それを今日振り返りのところにすればいいんだよ。授業中に友達同士の相互評価が行いやすくなり、力をつけるきっかけを得やすくなったのもクラウド活用の効果です。評価をつけたいと思います。書く内容分かりました。評価を終えたら予定通り5分の振り返り。先生が朝のうちに準備しておいた振り返り用の Google フォームに記入します。子どもたちが振り返りシートを記入し送信すると、みんなの振り返りがスプレッドシート上で一覧となって全員に共有されます。それを見て先生はその場で評価を始めます。棚橋先生は評価をすぐに出すことで子どもたちの刺激になるといいます。 A の評価とかもらってる子をすぐに目立たせて、子どもたちがお、なんとかさん A だったとか言って、でなんで A なのかなとか、まあ、最終的にちょっと真似しちゃう感じのもいるんですけど、でもそれをダメっていう風にするんじゃなくて、その子の参考にして自分なりの文章を書いてればいいんだよっていう風に言って、なので C もらった子ももう一回見直して、で自分の振り返りもう一回出し直す子もいますし、そういう風にしてちょっと思考を整理してるってこともあります。テキストマイニングしてもらっていい？じゃあ先生に送ります。質問としては、その授業の最後にはテキストマイニングツールで全員分の振り返りのテキストを分析します。干物？あ、干物ね。沼津市の干物は雨が降りにくくて 16.5 度。これって最適、最適、左。あ、最適ね。天気とかそういうのが最適な場所であるからそれが育つんだよね。静岡市も竹に最適な、いい竹が取れるのに最適な地域だからいい竹が取れて、それを生かしてまちづくりが行われてるってことだよね。もしかするとまだこのグラフの中に、この日の算数は気温とアイスクリームに使う金額の複合グラフから何が読み取れるのかを考える授業です。グラフは Google ジャムボードで全員に配っておきました。自分でジャムボードまずは学習の流れを確認します。これでいい？グループで紹介するか、どんなこと読めたよ、そしたらいつも通り全体発表して、で振り返りっていう形でいきたいと思います。じゃああと25分か、急がなきゃ、ね、どの授業でも必ず活動時間や学習の流れは子どもたちと相談して決めます。自分たちで決めるという姿勢が主体的な学びにつながると考えているからです。全体発表プラス振り返り、いきます。15分。じゃあちょっと刻んでさ、15分じゃなくて17分ぐらいにしとこうか。17分で全体発表5分は欲しいな。で3分ぐらいで振り返りって形でどうですか？いいですか？よーい、スタート。グラフから何が読み取れるか、まずは自分一人で考えます。
線を貼ったり、手書きで書き込んだり、さまざまにツールを使いこなしています。個人の考えがまとまったところから班ごとの意見交換が始まっています。温度も低くなるし、金額もなんか少し減ってることが分かるし、子どもたちは予定の時間になると瞬時に次の活動、全体発表のために自ら動き出しました。分かったことは、この黒い線が折れ線グラフの上のところをなぞったんだけど、とても変わったと思います。今までは受け身だったことが多かったです。やっぱり今までの従来の授業っていうのは、僕みたいに教員がこう指示を出して、子どもたちはそれを話を聞いて学ぶっていう形が多かったんですけども、そうではなくて、もう今はそのクロームブックの画面を見せて友達に伝えたいとか、そこのクロームブックで一緒に編集しながら学びたいとか、でそういったなんか他者と関わるための一つの道具になっています。なので、自分たちで主体的に動くようになったなと思います。こちらが指示を出さなくても、今日の授業でも分かる通り、自分たちで自然発生で話し合いを始めたりとか、自分たちで教師から指示を出されていないのにスライドだったりスプレッドシートだったり、あと思考ツールを自分たちで選んだりっていうふうなことをしているので、なんか教師から子どもたちに任せることが多くなったなと思います。他にもこの日、理科ではカメラ機能などを利用し、班ごとに写真入りの実験記録を作成しました。道徳では Google スライドであらかじめ配布された思考ツールのシートを使って、班ごとの共同作業で考えを整理し発表するなど、 Chromebook を活用した授業が行われました。棚橋学級の変化を見てきた常葉大学の三井和樹さんは、端末が最初入った時っていうのは、やはり子どもたちも先生もこれどうやって使えばいいんだろうってところがあったと思います。と言いますのも、やはり今まで棚橋先生自身もそういった一人一台の端末を使った授業を作ったこともありませんし、棚橋先生自身も受けたことがない、当然子どもたちもそういったものがないので、先生も子どもたちも手探りの状態からやっていく、いったと思います。で、何ができるんだろうとか、あ、こんなことやるとこういうふうになるんだってことを日々の授業を通じて積み重ねていったっていうのが実際だと思います。どうしても今日の授業だけ見ると、子どもたちでいきなりあそこまで行くようには思えるんですけど、決してそんなことはなくて、最初は当然タイピングも時間がかかりますし、操作方法もわからなかったりなんてところもあると思います。でも学校で学ぶことってほとんどがそうで、最初はわからなくて、時間を重ねる中で少しずつできるようになって、できることが広がっていって学びも広がっていくみたいなイメージを持つとするならば、そこに Chromebook が入っても全く同じようなことだと思いますので、やはりそこは分かんないことがあって当然ですし、できないこともあって当然、まあ、いずれできるようになるぐらいの気持ちでいることが大事で、そして子どもたちをやっぱり信じて、いろんなことを試させてあげて、で時には失敗することもありますし、なんかふざけてしまうこともあるんですけども、で学校っていうのはやはりこう安心して失敗できる場所だと思いますので、いろんな失敗を経て子どもたち自身も、まあ、先生も操作スキルももちろん授業での活用方法っていうものを身につけて、そして今日の見ていただいた授業みたいな形になっていくんじゃないのかなと思います。最後に、長年 ICT を使った授業について研究を続けてきた堀田達也さんのメッセージです。使ってみると子どもたち意外と使えるし、時々失敗もするんですけど、それはクラスみんなで話し合って解決していけばいいことなの で、使えば使うほど上手にできるようになるので、あ、子どもたちがこういうことまでできるんなら、先生が一生懸命用意してたけど、まあ、ちょっと子どもに任せてみようかなっていうふうになっていく。だん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 授業 その主体が先生から子どもにだん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 移っていく。半年ぐらいかかりますけど、でも子ども主体になるっていうのは本来的な形だと思うんですよね。誰かが使うと、あ、それを私もやってみようってなるので、あっという間に広がってみんなの知恵に
なっていきます。だから教室がクラウドなんですよね本当は、うん、みんながそれぞれの工夫がお互い伝播するような、そもそも教室ってそういうところなので、うん